どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらやってみました。後ろ髪の巻き方、結構自分でコテを巻くときに、まあ、サイドだったりとか、まあ、襟足のここの髪の毛とかやったら全然巻けるかなと思うんですけど、この真後ろのここら辺の多分髪の毛ってすごい巻きづらいというか、巻き残しが多いかなと思うので、それを ものすごく簡単にやる方法をやってみましたので、本当一瞬なので、もう本当にまばたきせず皆さん見てください。もう多分この方法じゃないと多分自分でやるの難しいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずここの毛束ですねをこのぐらい、まあ大体でいいのでこのぐらい取り分けます。毛束を上に持ってきてしっかりと溶かしていきます。毛束を少しだけ前に持ってきてコテで中間ぐらいからコテを入れて一回転だけさせて少しだけ時間を置きます。ちょっと時間を置いたら毛先の方にゆっくり滑らせて外すとこのぐらいのカールが出てます。で、そのまま手ぐしで溶かしながら下ろしていくとこのぐらいのカールが出てます。あとは毛束を少しずつ取ってこうなじませるというか、指でこうなぞるようにしてあげると毛束が綺麗に出てきます。こんな感じで巻けました。後ろ髪が巻くの苦手な方、よかったら参考にしてみてください。